牧師とは、キリスト教のプロテスタントの教職者。その地位は、各教派によって異なる。英語、ドイツ語では、パスターと言い、ラテン語の牧者に由来する。プロテスタント教会の牧師についての定義は、教派によって様々である。そのためプロテスタントの全宗派に共通する定義を下すことはできない。以下の説明はごく一般的なものである。牧師は礼拝、説教、牧会、宣教その他教会の事務的な管理運営などを職務とする。牧師は教会における教育者として信仰上の指導や訓練を履践する。第一義的な立場にあるものとされる。牧師は安守礼を受領し、三位一体の神と教会とに仕え、礼拝において説教をし、聖霊典を執行し信徒を牧会する務めをなすもの。従って、特定教会に属さない巡回説教者、ミッションスクールの聖書科教師、教会担任教師を引退した者などは、安守礼を受領し、教師資格を保持していても厳密な意味での牧師ではない。規模の大きな教会では、数人の教職者を要することがある。その場合、筆頭者を主任担任教師、または主任牧師と言い、それに続く教師を副牧師と称する場合がある。しかし、副牧師という職制は存在しないため、主任牧師も副牧師も共に一牧師であるとの神学的理解から意識的に、副牧師という表現を避ける教会もある。日本キリスト教団は二重教職制を採用し、聖霊典を執行する資格のない教職の教会担任教師を伝道師と言って区別している。プロテスタント教会では、生徒の交わりのうちにあって建てられた役務としての牧師であり、伝道師として理解するため、上位聖職者、下位聖職者というような理解は適切ではない。一般の認識とは異なり、牧師は、教会内部では、聖職者と呼ばれない。これは、牧師職が聖制を欠くからではなく、プロテスタントの万人祭司の教調から、牧師個人を聖制において、改宗と区別するかのごとき呼称を良しとしないからである。プロテスタント教会では牧師を、教職者というか、教派共通語として、教役者ということが一般的である。以下の対象表は教派ごとに異なる教役者の呼称についてのものであるが、そもそも司祭と牧師は位置づけ、理解が異なるものであり、日本語以外の言語でも異なる名称が用いられている。他言語では同じ言葉を使っていても、日本語では教派ごとに別の訳語を用いているようなものとは違い、例えば英語では、牧師はパスターであり、司祭はプリーストである。パスターは、カトリック教会では主任司祭であることにも、両者について等しい役割を持つものとは捉えられていないことが現れている。カトリック教会では主任司祭が、正教会では管轄司祭が牧師の職称である特定の教会の私牧を行っている。プロテスタントの牧師が聖職者とは呼ばれず教職者、または教役者と呼ばれるのに対し、正教会、カトリック教会、正公会では、聖職者と呼ばれる。ローマカトリックの司祭と違い、牧師は結婚できる。そもそも万人祭司の考え方を取るプロテスタントでは、牧師を聖職者とみなす概念が薄いため、独身制という考え方自体が成り立たない。独身である牧師ももちろんいるが、それは宗教上の理由ではなく、主として個人的理由である。家庭を持つことで、夫婦間や、子育て、育児についての悩みに共感できることが結婚する利点として挙げられる。結婚は創造の秩序であるから、男性の牧師は結婚することが望まれており、神学校の中には独身者の入学を断るところもある。正教会では、新品機密を受け付く際になる前なら結婚できる。したがって、正教会の独身の司祭は結婚できないが、家庭を持つ正教会の司祭もいる。カトリック教会に女性の司祭は未だ存在しないが、プロテスタントの場合、教派によっては女性の牧師を正式に認めている。日本における女性牧師の講師は、日本キリスト教会の富田充の動議による1933年12月5日の高橋久野と翌年1934年の上村正久の娘の上村玉木の庵主であるが、彼女は世界的にも最初期の女性牧師の一人である。日本の牧師の女性比率の高さに鑑みるに、日本プロテスタント伝道師の初期に彼女が存在した意義は大きいとも考えられる。日本キリスト教団は戦時中から多くの女性牧師を採用し、教会で語らせた。また、主の十字架、クリスチャンセンターにも女性牧師が多く、女性が用いられる教会であることを強調している。一方、ミノミッションのセディリー・ワイドナー宣教師は、婦人牧師は非聖書的であるとして、自ら牧師にならなかった。宗教改革者、マルティン・ルターやジャン・カルバンは、婦人の牧師を認めていなかった。チャールズ・スポルジョンも、婦人の牧師を認めなかった。婦人牧師を認めるか否かは未だ、プロテスタント教会でも議論があり、マーティン・ロイド・ジョーンズや南部バプテスト連盟、日本バプテスト連合などは、婦人牧師を認めていない。一方で、旧西軍などのように設立当初から女性牧師を積極的に認め、時に教団代表に就任させている教派もある。日本聖公会の信仰と職制を考える会の司教は4名の連名で声明を出し、特別に男性の中から司教を性別し、また、司祭職を男性に限ってきたことは、神の創造の秩序と関わりがあるとしている。正教会にあっては、新品の任につくことがない女性も、女性伝教師となっている事例が存在する。ただし、日本正教会には、現在、女性伝教師は存在しない。近現代に入り、正教会で、かつて女性タスク祭が存在し、大きな役割を与えられていたことについての研究も、なされている。ロシア正教会では1917年のロシア革命直前期において行われていたロシア正教会公開準備期間中に女性タスク祭制度復活については真剣に討議されていた。しかしながらロシア革命とその後の共産主義政権による弾圧によってこの公開準備期間において討議されていたいくつかの改革案とともにこれは頓挫した。一方で東方正教会の一部にはギリシアを中心に古代から女タスク祭という職分を任じる伝統があるが、これは副タスク祭と同様の役割を担うものであり、タスク祭とは基本的に役割と地位を意味する。正公会では、教会を私牧する責任者を牧師と呼ぶ。したがって、牧師は役職名であり、聖職者の位階として、司祭以上の聖職者暗示を受けた者がこれに就任する。カトリック教会の主任司祭がこれに対応する。正公会では女性も聖職者に暗示、叙任されうるので女性牧師もいる。また、主教が担任である教会では主教が牧師である。一人の司祭が複数の小教会の私牧を兼任する場合もあり、主として私牧する。教会以外の教会を補欠的に私牧する者は管理牧師と呼ばれる。また、一つの教会に複数の私牧者がいる場合もあり、主席私牧者以外の補助的私牧者は副牧師と呼ばれる。聖職者の暗示、叙任は、聖殿的書式すなわち聖殿に準ずる、神秘的儀礼とされ、魂の刻印とみなされるため、教会での共同職を退いた後も、原則的に逝去するまでその地位は保たれる。それに対して、牧師はあくまで役職であるため、任が解かれたら牧師ではなくなる。このように、正公会における牧師はプロテスタント用語の牧師とは本質的に意味合いが異なり、呼称としても牧師と呼ぶケースは少ない。多くの教会では、司祭あるいは先生と呼ぶ。また、主に、ハイチャーチと呼ばれる教会においては、司祭に対する継承として、神父、ファーザーと呼ぶ場合も稀にある。日本ホーリネス教会では、1928年4月の第10年会以降、中田茂春監督の方針で牧師を福音師と呼んだ。牧師の福音を伝える役目を強調した名称である。中田自身もホーリネス分裂事件後に自らを一、福音師と呼んでいる。中田は、福音師は信徒に代わって伝道する者ゆえ、教会の伝道費中より生活費を得べきことと述べている。教派によって違うが、一般的に教派指定の神学校に通い、聖書、神学、ヘブライ語、ギリシャ語、ラテン語、アラム語、コプト語、カウンセリング、教会音楽などを学び、卒業後、試験に合格した者が伝道師となる。神学校は公に認可された大学の神学部や専門学校、各種学校である場合も、公の学校制度の枠外にある教団の学校である場合もある。日本キリスト教団は二重教職制を持ち、伝道師としてキャリアを積み試験に合格した者が暗唱を受けて牧師となる。二重教職制を敷かない教派はいきなり牧師となるが、通常は主任牧師がすでにいる教会の副牧師として経験を積む。また、一部的中華系、アフリカ系、さらにアメリカの教会でも神学校制度に反対し、指定制及び所属する教会が開発した神学教育課程を利用して教役者を訓練している。ありがとうございます。